めっちゃええ感じ。んこれ、美味しないな。今日の定番、甘がさき、甘がさき定番、夏みかん。どうも、夏みかんです。はい、ということで、夏みな、今日は全然元気じゃないね。わかるやろ、顔見たら。わからんか？それはなんでかって言ったらな、もう、生理前なんよ。予定日で言うたら夏み、明日から生理やからな、体の調子も悪きゃ、なんか気分も上がらへんねん。男の子はわからん思うけどな、女の子は生理前な、もう共感してくれるやろ？ごっつしんどいねんけどさ、でも今日という日はもう帰ってこうへんわけやんか。はぁ、あ、鼻かゆ。だから、化粧をして気分を上げてこう思って、今日は毎日、うぇ生理前に顔がめちゃくちゃブクブクむくんでるけど、毎日メイクをして気分を上げてこう。じゃあまずは夏みかんはいつもカラコン先してまうわ。もう夏みかんの最近気に入ったカラコン、ワンデーキャラアイのグレーのカラコン、これな。で、カラコンするときは、目をこじ開けないとあかんねんけど、これな、こういう、こういう感じタポタポでな。ちょ、夏みにピント合わんくってええねん。女の子はわかる思うけどさ、生理のときってちょっとしたことでもうごっつイライラしてこうへん？ごめんな、これ夏みかん。じゃあ入れてくわ。せーこ、よっこらせ。よし。はい。すごいやろ？鏡見てへんねん。見て、カラコンしたら全然ちゃうやろ。じゃあこっちも入れていくから。いくで、見といてよ。こうやって。こうやって優しく。ほら、入ったやろ？なんか最近カラコンしたら二重なんねんけど。え、なんで？いや、わからへんで、夏美。そんなん開発してないから。はい、じゃあ次こちら。これはな、毛穴引き締める、毛穴かくれんぼコットン言うて、ちょ、見といてな。手見といてや、今ここの手、夏美の顔じゃん。手見といてや、行くで。な、ほら、魔法みたいな感じで。で、これで、衛生周り行くで。ブツ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 聞こえるやろ。はい、これ、こうやってやったら、こうやって、やったやつを、こうやって、うわ、気持ちいい。こうやって、毛穴が引き締まんのよ。はい。じゃあ、これ、オッケー。日焼け止め塗るわ。かゆいわ。さ、夏美、ほんまにわかる？やばない？ニキビ跡。ほんま、嫌やわ。これ、結婚できんのかな、夏美。生理前とか生理中とかって、もう、肌荒れえぐいね。肌荒れしてんねん、ここ。最悪やないか。じゃあ、次、こちら。じゃじゃじゃーん。スキンアクアトーンアップ UV。これはな、トーンアップもなるし、トーンアップもあるし、日焼け止めも入っとうからめちゃくちゃええで、これ。あ、で、夏みかんはな、いつもな、パッツンやねん、前髪。パッツンやから、デコには塗らへんのよ。あ、これ塗っただけでちょっとトーンアップにしたらわかる？わからへんか。わかる？はい、じゃあ次は、夏みかん最近めちゃくちゃお気に入りのやつ。はい、これ。じゃじゃじゃーん。あんな、夏みかんちょっと英語が読まれへんねん。チンチン、あ、チンチンちょ、あかんかんかん、チンチン、え？チリチリ。え、チリチリ言うんかな、これ。え、わからへん。どっかに書いてないかな。あ、ちゃ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 。チルチルマスクフィット R クッションやって。これめちゃくちゃええんよ。こっちからこっちの半分塗るわ。こんな感じなんやけど、こうやって塗るやん。いくで。ほら、ここだけでもわかるやろ。わかる？ほら。で、これをいくよ。ぴょん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 って伸ばしていくだけやで、こうやって。おおおおおお。よっしゃ。わかる？こっち、どっち塗ったかわかる？あ、見せてたんか。どっち塗ったかわかる？あ、見せてたんか。こうやって見たら全然ちゃうやろ？ほら、全然切れさちゃうやん。こっち塗ってへん方で、こっち塗った方。な？綺麗やろ？夏日かな？この後な？化粧なんでするか？あ、ちょっと待って、鼻くそ。うわ、最悪や。うわ、最悪や。夏日、ここ鼻くそついとったんやけど。ちょっと待って、しかもなんかこっすっげえ顔なってもうてるやん。うわ、ちょっと塗りすぎてる？うわ、化粧の YouTube 撮ってるからちょっと気合入りすぎてる？ちょっと伸ばすわ、こうやって伸ばすわ、こうやってな。はい。まあ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 。これ目も塗ろか。普段、うん、夏美、目は塗らへんのよ。ちょっと今日は塗るわ。こうやって。うわ、ま、あかんわ。
毎日メイクやから普段せえへんことしたらあかんのかこれ。え、ちょ待って、どういうこと。うわ、どうしよう。じゃあごめんなさい。え、じゃあ待って待って、ごめんなさい。じゃあ夏美、普段は目にはファンデーション塗らんからちょっと取るわ。え、ごめん。そんな分からへんやん。ちょっとでもいいとこ見せたいなと思っちゃったから。はい、これでええか。はい、次こちら。じゃじゃじゃーん。韓国のコンシーラー。ここ分かるやろ？目に見えるニキビ跡。こうやってちょっとこうやって塗ります。ここもぴょん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 って塗ります。夏美、もっと昔はやばかったよ。ニキビ跡とか肌荒れとかもそうやけど。コンシーラー塗れたら、次は、パウダー塗ります。これも韓国。やっぱ化粧品見る限りな、韓国の化粧品がいっちゃええわ。それはなんでかって、コスパもええし、使いやすいし、はい、こんな感じで塗りました。あんな、ここから上は塗ってんねん、この、こっから上は。ええよ、前髪で隠れるから。ちょっと見といてな、前髪で隠れるから、そのうち。はい、次、チーク。これは、ドルチェ&ガッパーナのブラッシュオブローズ。もうこれはな、なんでチークを目とかする前に塗るかって、なんか大体のもう今日のコンディションっていうのをちょっと分かっといてさ、モチベ上げてから化粧した方が、なんか好きなんよ。お、ええやん、ええやん。ちょ、待って、なんか夏美。まあ、ええか。はい、じゃあ、次。これな、じゃじゃじゃーん。ラメ、これ。ロム&グリッターシャドウ。これめちゃくちゃ可愛いから。見といてや、これ。いくで。ほら、見えた。キラキラしてるやろ。可愛くない？これめちゃくちゃ。ほんま好きなや。で、夏みかんは上だけじゃなくて下にも塗ります。こうやって。で、もう大げさに塗んねん。この辺まで塗ってええわ。こうやって。これ何がいっちゃん可愛いかって太陽とかに当たった時にな、ほんまにキラキラしてな、垢抜けて見えんねん、これ。だから、めちゃくちゃおすすめ。はい、塗れました。次、こちら。じゃじゃじゃーん。サナエクセルスキニーリッチシャドウ。これはほんま夏みかん、高校生からずっとこれ使っとんちゃうか？最終的にはこれがもうやっぱ一番いいねん。こうやってな、ここをこうやって塗ります。こうやって。うわー、さっき夏みかん鼻くそちょっと自分で見つけたんやけど、それは前までずっとついとったんかな？この人顔近くにして化粧しとったから絶対映っとったわ。はい、こっちも行きますよ。こうやって塗るからね。ちょっと濃く見えるやろ、化粧。濃く見えんねんけど、濃く塗るのがいっちゃええわ。はい。いいね。めちゃくちゃええやん。もう次夏みかん、これ行きます。ビューラー。はい、こうやって。こうやって、1、2、3、1、2、3。はい。見てみ？全然ちゃう。見て。ほら。ビューラーしただけで目の大きさ。夏みかんは下の毛もこうやってすんねん。下の毛言うたらちょっとやらしいな、ごめん。はは、はは、はは。はい、ちょっとじゃあ、夏みかんはもう片方ずついつもすんねん。これはな、メーベリンや。メーベリンのマスカラです。え、ちょ待って、これ夏みかんまつげ一本抜けてね。は？だろ？貴重な一本やめてくれや。食べてもうた。あんな、自分のまつげぐらい食ってもええよ。だってもったいないやん。はい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 。じゃあこれアイライナー行くときはな、息止めます。せーの。わかる？形を作って中を塗りつぶします。じゃあ次こっち行きまーす。おい、次は、こちら。ハイライトを、マックのハイライトを鼻と C ラインに塗ります。こうやって。こうやって塗りますよー。こうやって、こうやって、鏡を塗ります。はい、はい、はい。はい、塗りました。夏美かんはな、眉毛元から結構生えとうからな、あんまり描くタイプじゃないねんけど、描くときもあるから描くわ。だから上にな、ちょっとこうやってなぞる感じ。なぞる感じで気持ち程度やな。こうやって眉毛を描きます。じゃあ、もう夏美かんはもう終わりやで。早いやろ。んで、前髪を取って今から髪の毛をやっていくんやけれども、ここは何も化粧してへんや、夏美。じゃあこうしたらええねん。こうやって、ほら。見えへんやろ？わからんやろ？夏みかんは今日のリップはこれにしようかな。はい、これ。ロム&のティント。ティントめっちゃ好きなんよ。なんでかってご飯食っても取れへんからさ。はい。色しとんな、これ。こうやって。こうなるやろ？んで、一回。はい。
めっちゃええ感じ。これ、美味しないな。はーい、ということで、お着替えも終わって、髪の毛もやり終わりました。3、2、1。はい、イェーイ、全部やってきたで、夏美。髪の毛は、後ろはもうこないして、もうめんどくさかったっていうのもあるし、暑いから、こういうあの髪の毛止めるやつでピッて止めて、ちょっとだけ巻いて、おしまいです。はい、こんな感じで、夏美かんの毎日メイク、どうやったかな？ちょっと待ってな、ここちょっと痒いわ。夏になるか、もうごっつ暑いからさ、汗だだかいて、化粧落ちたりとかもしていくんやけど、まあそんな夏も乗り越えて楽しく過ごそうや。もし、よかったら、夏美かんの毎日メイクも参考にしてみてください。じゃあ、みんな夏美かん、行ってきまーす。バイバーイ。またなー。バイバーイ。